どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金による無課金のためのプロスピエスをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画なんですが、以前聞いた動画4300万ダウンロード記念福袋の続きとしまして、こちら20連目200エナジーで回せる S ランク選手1人確定の20連目を引いていきたいなと思っております。でこの前150エナジー使って10連目引いたんですが、もうすでにその分の150エナジーは集まったっていうような形ですね。まあ、なんで集まったのかと言いますと、ちょっと画像上げてると思うんですが、この前まで来てたプロスピ交流戦の試合結果としまして、リーグで4位でしたね。リーグ内で4位で85エナジーと、10万2000コイン手に入れることができました。バースの五冠と佐々木朗希が最多勝利上げてましたので、個人タイトルが6個取れた感じですね。それで10万2000コイン集まったという形と、まあ、あとその他もろもろでエナジーいろいろ回収できて、150エナジーは溜まったっていうような形ですかね。まあ、依然無課金でやっておりますので、今回4300万ダウンロード記念の福袋はこの20連目までで終わろうかなとは思っておりますね。ちょっと30連目40連目もう500エナジー使って回すのは悪くはないけど、とりあえずいいかなと思ってますね。ちょっとまだ、エキサイティングであったりとか、それ以降の TS が来るので、その時のために一応エナジーは取っておこうかなと思っております。で一つちょっと更新来ておりまして、イベントとして団員認定戦が開催されております。この動画が上がってる日の前日ですかね、5月23日の朝10時から来てるイベントでして、ちょっとこちら説明していこうと思うんですけど、はい、こちらですね、初級の塔、中級の塔、上級の塔で最後、今ロック中の超級の塔があるような形でして、自分のリーグオーダーを使って試合をしていくっていうような形ですね。で挑戦回数は1日5回まで、そのうちの中で1日のうちに3回勝ったらその時点で挑戦は終了というような形になりますね。毎日毎日3勝ずつ重ねていって、この塔をそれぞれクリアしていくというような形となっております。で報酬としましては、1段目からだんだんと全部のエナジーを回収しますと、コインですと8000コイン、スピメダルですと1万3000スピメダルで、エナジーですと73エナジーで、契約書、ゴールド契約書が全部で5枚手に入るような形ですね。でさらに EX 勝利報酬としまして、勝利した分、毎回3エナジー手に入りますので、これは毎日欠かさず挑戦してクリアするようにしましょう。これだけでね、報酬であったりエナジーっていうのが全然違ってきますので、エナジー集めるチャンスではありますので、忘れずに行うようにしましょう。でまたそれだけではなくて、これが一番重要ですね。この特典としまして、1日1回この3つの中から選ぶようなことができます。一番選んでもらいたいのが、まあ、一番というのが絶対ですね。これが選択できる時には絶対選択してもらいたいのが、こちらの獲得選手経験値アップ、こちらはもう絶対選んでください。まあ、ただ達成日数が3日に達してないと選ぶことができないので、それまではスタミナ回復になってしまうんですが、もう3日以降はずっと選手経験値アップを選ぶようにしてください。最初は 1.2 倍なんですけど、最終的に一番最後までいきますと 1.8 倍までいきますので、V ロード回った時の選手経験値、選手獲得経験値っていうのが 1.8 倍になりますので、選手を育てる大チャンスですので、もう3日目以降は必ず獲得選手経験値アップを選ぶようにしてください。こっちのね、選手契約書っていうのがあるんですが、 S ランクワンチャン出るかもしれないっていう風に書いてあるんですけど、結構確率低いですね。ですのでこれで S ランク選ぶぐらいだったら、獲得選手経験値アップを選ぶようにしてください。これはもう絶対どの YouTuber の人とかの動画を見たとしても、これは必ず言ってますので、こちら 1.8 倍選ぶようにしてください。まあ、こちらの試合は、まあ、リーグオーダー使いますので、別に対して勝てない相手じゃないと思いますので、やれば勝てると思います。それじゃあ今回この動画締めになります。4300万ダウンロード記念10連福袋20連目 S ランク選手1人確定のところ引いていきたいと思います。前回の契約書開封してる動画で、欲しい選手っていうのがいっぱいあげたと思うんですが、まあ、その中でも一番欲しいのはオリックスの山本由伸かな。ちょっと今持ってるのが2022シリーズ1の山本由伸ですので、と早く4300のところまで継承
していたいな。リアタイで使っててもスピ巻きがえぐいんで、ここは山本由伸欲しいところですかね。まあ一応それを狙うとして、ちょっと自チームオリックスにしてきました。それでは今回の動画締めになります。10連福袋20連目お願い。おっと、確定してるんだよね。絶好調 OK。2枚引きはなしか、これもう一個 OK。 足青じゃない、一旦ないと。10連目で確定してるから、その間までに来れば2枚確定なんだけど、うい、巻きデスターシャ7、8、9、ラスト福袋 S ランク確定、誰が出る？由伸。かー、柳か A ランクねーよー。柳悪くないけどなー。柳悪くはない。リアタイで結構強いっちゃ強いんだけど、ちょっと A ランク持ってないんで、もしかしたらワンチャンミキサーかもしれない。はい、ということで本日の動画なんですが、新しいイベントで来てる団員認定戦のちょっとした説明と、4300万記念の10連福袋20連目 S ランク確定のところ引いてきました。今回の動画が良ければ高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ここ最近チャンネル登録者数ちょっと増えてますので、まだ登録されてない方、ぜひとも今回よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。